カラスモリを狙う国防楼は新たな手を打ってきた。人皮をかぶったあやかしたちを昼間の学校へ送り込んだのである。俺たち怪しいものです。国防楼って言うんだよ。国防楼なんで入られた。まさかあの人の皮かぶって。国防楼を名乗った彼らはしかし何もせずに帰っていった。彼らの目的は話し合いにあるという。自分たちは人間になりたいのだと。そのためにカラス森をよこせと。義盛たちはカラス森の地を守るため戦うが、獅子雄が倒される。義盛と時根も魔法陣に閉じ込められ、結界術を封じられてしまった。今度は俺の賭けに乗ってくんない？ん？上へ逃げたか。面白いじゃないか。なんだこれ。同時に4つだと。やっぱり4つ一度に滅するのは無理か。小僧が逃げたぞ。大前交渉決裂だな。俺この姿気に入ってんのに。しゃあねえな。中身は何でもいいのね。なんだよこいつら、半端じゃねえ大きさじゃんか。何？上よ。ダメ、あの岩には磁力よけが。しまじりが現れたんじゃ、あいつらには無理だな。仕方ないか。逃げろ。んなことできるわけねえだろ。逃げろ。俺が倒れないうちに。するともっといい顔になる。
遅い、遅いよ。てめえ。待て。ケン君、離れちゃダメ。おっと、お前たちの相手はこっちだ。ハイゼン。なんだこれ。トキネ大丈夫だよ、これはただの煙幕だからさ。でも次はね、ハイゼン。やべえ。ヨシマリ、こっち。帰る。くそ。ゲン君、大丈夫かな。大丈夫だ。あいつがやられるもんか。あれもうおしまいかい。案外つまんない男だね。ここまでだね。しばらくそこで休んでなよ。君を殺すなんていつでもできるからさ。君たちは相手の正確な位置が分からなきゃ結界で囲めないんだろ。おとなしく負けを認めて降伏したまえよ、人間らしくね。返答はなしか。関谷、アール、お前らも可愛がってやれ。じゃあ、アールくめ。さてと、どうなってるのかな。煙で見えんや、つまんねえ。カラスモリのことはあやつに任せたんじゃ。返すんだよ。その前にあいつに死なれてたまるか。その借り私にもあるから。この妙な雨の中でも少しの間なら結界は持つ。やるなら速攻だよ。主導権はお前かよ。やめろ。もっと追い込むか。大勢you
見捨てたか。アイゼンは攻撃の肝だぞ。バカどもが。よっしゃ、お前の作戦うまくいったぜ。これで波はこっちに来た。でも私の力はそろそろ限界。こっから先は俺に任せろ。頼むわよ。どう？散々いたぶってくれたじゃねえか。今度はこっちの番だぜ。ケツ、ケツ、ケツ、ケツ。ちっこまか逃げんじゃねえ。ケツ、メツ、ハロック、ケツ、もらった。何、助かったぜ、サラン。セキュー、お前に役目をやる。なんだかな、もう戦いの流れは決まったっていうのにみっともないんだよね。ちくしょう、あの野郎、二度もこけにしやがって。の野郎、ただで済むと思うな。役目を果たしてこい。できないならここで八つ裂きにするだけだ。行け。次はどんな手で来やがる。何、ものすごい邪気。この感じ間違いない、あいつだ。ゲン君、元気そうじゃねえか。あらら、あっちの小僧が本格的に目覚めちゃったよ。もう助けないぜ。ノラくらいやってるお前らが悪いんだ。クソてめえ、何回ってばっかなんだよ。どう、ドキネ、ヨシマリ、ドキネ。騒いでんじゃねえよ、化け物が。ようやく止まったか。今さ、まだ暴れる気なら治療の毒ぶち込むぜ。獅子よ、金を破るってことがどういうことか分かってんだろうな。でもあの野郎を。邪気が消えた。獅子よのやつ、まさか。時ね、すまん獅子よ。トキネ、おとなしく降伏しろ。さもないと。やれやれ、女を人質にするなんざ美しくないね。話せよ。ん？聞こえないぞ。話せよ。話せって言ってんだよ。あれは何？ふん。お前たちさ、戦闘に美学がないんだよ。な、何？時に、け、け。
勘違いするなよ。助けたわけじゃない。あいつらが見苦しかったんだ。女を人質にするなんて最低だよな。戦士ってのはさ、戦いに美学を持たなくっちゃいけないよ。ふん。てめえ邪魔する気か。どけよ。君、ちょっと面白いね。ね、さっきのまたやってよ。さっきの？あれあれ、やっぱりな。もしかして分かってないのか？せっかく面白そうだからって奴らに死んでもらったのに、無駄骨だったな。いるんだよな、たまに。君みたいな天性の才能だけであれをやってのける奴がさ、分かってないのが残念だ。ごちゃごちゃうるせえ！いいからそこどけよ！ダメだよ。そっちじゃ全然面白くないから。点数的には50点止まり。まあ今後の伸びを期待してギリギリ合格ってところかな。今宵はこれで退散しよう。俺はカグロ、覚えておいてくれ。それにさ、タイムリミットなんだよね。人側も回収したし、相手も分かった。今日はこれで上場としようか。見えるとこに。ちょっとやだ、大丈夫よ。こんなのほっといたって治るわよ。だいたいなんで謝んの？あんたのせいじゃないじゃない。いや、俺がもう平気だってば。ほら、玄君探しに行かなきゃ。誰？どうした？ああ、待って待って、俺野行のもんだから。ほら。野行？日場恭一です。以後よろしく。刺繍どうする気だ？金を破ろうとしたんでね。俺が眠らせた。金って。こいつ、また暴走しやがって。ああ、でも安心していいよ。金を破ったことを報告すれば、こいつすぐ解任だから。ちょっと待てよ、なんだそれ。兄貴が勝手にそいつを補佐だとか言って押し付けて、今度は勝手に解任ってなんだよ。おいおい、何怒ってんだよ。君たちのためでもあるんだぜ。あの邪気感じたろ？化け物なんだよ、こいつは。最低限のルールも守れねえ、自分の制御もできねえ奴に仕事なんかできるかよ。暴れるしか能がねえ奴さ。待って、そんな言い方。家族に捨てられたのも当然だな。裏階にいるのだってギリギリだ。知ってるか？こいつは実の姉を。やめろ。獅子雄！獅子雄よ、ちゃんと荷物まとめとけや。獅子雄待てよ！獅子雄！玄君！帰る。獅子雄！戻っていたのか。いちいち白に報告するなんざめんどくせえからな。どうせ行かなきゃならないだろう。お前だって虫入れられてんだから。アイゼンたちは死んだよ。人側は回収したぜ。決壊した話し合いなんてさ、白は何考えてんだ。さあな、白の考えてることはよくわからん。お前の方がわかるんじゃないのか。同じ元人間同士さ。
人間って言えばさ、面白いやつがいたよ。あやかし混じりの坊主と、あと久しぶりに俺の肌をチリチリ泡立たせてくれたやつが一人。